4月12日は、グレゴリオ歴で年始から102日目にあたり、年末までは、あと263日ある。島原の乱衆結和度国王院出土、サムター要塞の戦い、南北戦争を始まる改正学校と、東京医学校を統合し、東京大学を設立関東軍設置。画像は、新京の司令部アルツの思祖、作曲家、ヨーゼフランナー誕生画家、 グスタブ・セーデルストレム誕生。画像は、カール十二世の早々太陽黒点を研究した、天文学者、エドワード・マウンダージャズ・ピアニスト、ハービー・ハンコック・ローマ皇帝、ゴルディアヌス一世、自殺カスティーリア女王、フアナ、四十年の幽閉生活の末に没。夫、フィリップの死去で精神に異常をきたしたという、メシエカタログを作った、天文学者、シャルル・メシエ没古生物学者。 エドワード・ドリンカー・コープ。1000もの新種を報告した。画像は、晩年の散らかった、研究室アメリカ、合衆国大統領フランクリン・ルーズベルト、第二次世界大戦中に、脳卒中で没。ルーズベルトの対日戦線布告演説を聞く、世界宇宙飛行の日。人類初の有人宇宙飛行となった、宇宙船、ボストーク1号打ち上げを記念スペースシャトル。 コロンビア打ち上げも4月12日であった。ありがとうございます。